と思う。私は大正11年までの中村敏子って申します。沖縄のことを思うと、年だからうちで寝ておこうというわけにもいかなくって出かけてまいりました。皆さんのおかげを お顔を拝見しますと、私も10歳ぐらい若返ります。ありがとうございます。で、友達から皇室と沖縄という本を、月刊誌をいただきました。これを拝読しまして、沖縄に生まれてよかった実感ですと申しますのは、これを読みますと、神武天皇が伊平屋島でお生まれになったって書かれてるんですよ。皆さん、神武天皇が沖縄の伊平屋島でお生まれになっていらっしゃる。そして当選していかれて、沖縄は西日本ですよね。だから統制して行かれて、あっちこっち治めて、そして奈良で初代の天皇になられたと。神武天皇が沖縄出身なんですよ。皆さん拍手。こんな嬉しいことがありますか。から母親の玉依姫も、おば君の豊玉姫も、女村にで生活しておられたと、この本に出てるんです。で、国神郡、国神村ってありますよね。本土の方に国神郡ありますか。北海道の方には北方四島、歯舞丸色丹、択捉、国後、国後があるんです。国の後が。だからそれから考えると、日本の頭は沖縄で、お尻が北海道っていうことになりますから、私は沖縄に生まれてよかったって思います。そして神武天皇も伊平屋島でお生まれになった。これはもう証明はできませんから、信ずるのは自由ですよね。あんた信じたらダメだよって言われませんよ。私はそれを信じて沖縄に生まれてよかったと思っております。皆さん、ご清聴どうもありがとうございました。人生で初めて仮ゆしウェアを着ておりますが、どうでしょうか。ありがとうございますありがとうございます。さてですね、私は3期12年北海道議会議員を務めておりましたが、
その道議会議員を辞めました。これはですね、多くの方は落選したんだろうというふうに言っておりますが、落選はしておりません。3期目の途中で、これは道議会議員をやってられないと、辞めようというふうに思いました。それは、この活動をしていたらですね、この問題が解決しないというふうに思ったからです。私は北海道が中国の資本に水源や森林を買われているという問題を追及をしておりましたし、これから話すアイヌ問題についても追及をしておりましたが、これをどうにか解決したいとずっと動いておりましたが、自民党の道議会議員という立場ではですね、なかなかこれが解決しなかった。それはどういうことかというと、現職の道議会議員はですね、大臣にいろいろ説明をしたいと、今北海道がこんな大変な状況になってますと、森林がこれだけ買われて、水源がこれだけ買われて、だからどうにか国の方でしてくださいというふうに大臣にそれぞれお願いするときにですね、自民党の方からじゃあ何々大臣に説明するのは何月何日の何時から何時まで5分間だとかですね、ずっと指示を受けてですね、全部の大臣に説明するのに1ヶ月ぐらいかかるというような状況でですね、これはまずいと、どうにかこれを解決したいということで、実は産経新聞と手を組みました。で、道議会議員を辞めて産経新聞の宮本さんという記者だったんですけれども、宮本さんと手を組んで僕が情報発信をしながら、北海道ではこれだけ資源が買われて、土地が買われて、中国に大変なことになっているというのを定期的に特集を組めばですね、その日のうちに全員の政治家が読むということで、この活動をずっとしてきていると。で、私はですね、中川翔一先生という代議士がいましたが、その直系の道議会議員でした。で、中川先生がご生前に北海道、日本の土地がですね、外国資本に買われていて大変なことになっていると、で、国の方に調査をかけても一向にそれがないという答えだと、でも絶対にありえないので、お前調べてくれというふうに言われました。で、最初はずっと調べても分かんなかったんですが、どうにか見つけた時には中川翔一先生はお亡くなりになっておりましたので、この問題を解決するというのは、自分に課せられた宿題だということで、議員を辞めてこれをやってるんですが、実は中国による土地買収ですとか資源を買収するという問題とアイヌ問題というのは非常に密接に関わっているという話もですね、後からしたいというふうに思います。で、今見ていただいた動画ですけれども、これは約10年前の私の北海道に対する追及でした。今篠原さんという共産党の国会議員の秘書だった方がですね、先住民族問題、とりあえずアイヌとその父思想というのがつながっているということで、多くの方たちがそれを認識したというふうに思っておりますが、やっとここまで来たなと。実は10年前からずっと騒いでいて、最初は私が、その話をしていた時にはですね、あいつ頭おかしいんじゃないのかという雰囲気でした。その議会の雰囲気でもそうでしたが、何言ってるんだこいつと、後ろの議員も、せせら笑っているような状況でしたけれども、私は間違いなくアイヌ問題というのはこの国の根幹に関わる大変な問題なんだということで、追及をしてきたということですが、アイヌ民族、今は先住民族になって北海道が大変な状況になっていると。で、その後を続いているのが沖縄だと。で、私はもう10年以上前からこの問題を追及してきましたので、沖縄の方たちがこれからどうなる可能性があるのかと、実は沖縄は本当に大変な状況になりかねないんだということを、私は今までずっと経験をしてきたことをですね、皆様にお伝えするために、日本のお尻の北海道から来たということでございます。それでですね、まずそのこれに移す前にですね、アイヌ問題について、若干皆さんほとんどアイヌ問題について、アイヌ民族問題について分かんないというふうに思いますので、簡単に
あらすじだけ、その時間が、あと40分ぐらいしかないので、駆け足で、しますけれども、アイヌ民族問題というのは、どういう問題なのかと、多くの不正もありましたし、それは今回置いておきます。まず最初にですね、日本の政府の見解は、日本には他の民族はいないと、日本人だけの国なんだということをですね、ずっと政府見解として言っておりました。その日本には、特筆すべき民族はいないと、ずっと国連の場でも言っていたのです。で、中曽根総理が、当時の総理がですね、日本は単一民族国家だと。いうふうに1980年代に、その発言をしたときに若干揉めた。それはアイヌの方たちがおいおいうちらを忘れるなと騒いだんですが、それでも国は国連の方で日本には特筆すべき民族はいないんだということを言っていたので、あまり揉めませんでした。じゃあいつアイヌが知らない間に民族になったのかですけれども、これは北海道も我々も道民も知らないうちにですね、一つの部署、それは外務省の国連の担当の部署がですね、国連でアイヌは民族と言えないこともないという発言を一言言っただけで、日本はその日から多民族国家になりました。国連の発言、これは国会の審議も何もなくですよ。外務省がただアイヌは民族と言えないこともないですよ。それで多民族国家になりました。で、マスコミはじめですね、反日左翼はしめしめと思ったはずです。というのは、それ以降に日本は単一民族国家だというふうに言ってですね、叩かれた議員は何人もおります。そして最後には大臣を辞任までした国会議員も現れたと。いうことで、知らない間に日本は多民族国家になった。その経緯はそういうことだったというふうに、まずはご理解いただきたいというふうに思います。で、アイヌ民族というものができました。我々の知らないうちに、そんなものあったのかという話ですけれども、国がそういうふうに国連で言ったんだからということでなりました。でですよ、次に何が起こったのかですけれども、民族だとしたら、その民族というものが共有していた文化、これにお金を払いましょうということで、文化の保護、伝承活動に関して税金を使うという法律を作りました。これによって何が起こったのか。アイヌの方たちはですね、例えばお墓参りの時に、その施設の前で踊ります。つまり墓参りで踊るんですけれども、その踊りはアイヌの文化だということで、お墓参りをするアイヌはですね、1人1万円もらいます。お墓参りでお金もらえるんですよ。そういうような利権がどん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 生まれてきました。で、さらに続くのはですね、反日左翼の方が、後からも話しますけれども、国連の方でずっと地道な活動をしてます。それはアイヌ民族を先住民族にしようという活動を30年以上前からやっているのですが、またもう一つの活動が反日左翼がやっていたのは、先住民族、それはアイヌとかではなく世界中にいる先住民族にこういう権利を与えるべきだということで、そういうその国連に働きかけてですね、先住民族に与える権利の会議に入り込んでいろいろ議論をしました。で、最終的にですね、まず2007年の段階で国連の中で先住民族の権利に関する宣言というものが作られました。で、その宣言の中にも書いてあるのですが、多くの問題がですねあるような宣言文が国連から出されたと。で、その内容も後から話しますけれども、それにですねアメリカだとかオーストラリアだとかニュージーランドだとかカナダというですね、先住民族問題で本当に先住民を迫害したり殺したりした国々がですね、本
本当は真っ先にそうだよなって、我々は悪いことをしたので先住民族にそういう権利を与えなきゃいけないなという、そういう国々でさえですね、先住民にそんな権利を与えたら国が分断してしまうか、国の中に別の国ができるので、それは反対せざるを得ないというような、すごい権利を先住民に与えるという宣言だったのですが、これになぜかですね、日本政府は賛成票を投じています。で、日本政府っていうのは、あ、そういう先住民族にはそういう権利を与えるんだなというふうなシナリオができたその次の年ですよ、今度は日本の国会はアイヌを先住民族だと決めてしまいました。で、アイヌの方々は当然ですね、国で我々は先住民族と決めたんだとしたら、その前の年に国連の宣言に賛成票を投じている国として、あそこに書いてあることをすべて履行しろと、これ当然言ってきますよね。で、実際にはですね、顧問弁護士までつけて今議論をしていると、まあ、その流れの話をしましたが、まあ、実際に先ほどの話に戻りましてですね、いかにそのアイヌ教会と、まあ、他の勢力とつながっていて危険なのかという話を次にしてですね、まあ、先ほど後から話すという話もしておりましたので、その話をしたいというふうに思います。で、これが先ほど言っていたですね、そのアイヌ教会と北朝鮮の関係なんですけれども、2018年の1月なんですけれども、大阪で、キム・ジョンウンの著作研究結成集会というのが、まあ、開かれまして、その中でですね、まあ、いろいろな方がスピーチをしておりますが、ここに書いてある文章ちょっと見づらいんですけれども、真ん中の方にですね、共同代表として北海道アイヌ協会副理事長の阿部ユポ氏というふうに書いてあってですね、この北朝鮮のこの団体の立ち上げの共同代表が今現在北海道アイヌ協会の副理事長で、先ほどもですね、質問の中に出ておりましたが、この方は国のアイヌ政策の審議員の一人ですから、この方が入り込んでいるんだと。で、この方は実際には自分の支部でですね、とんでもない話をしているというのは、まあ、後ほどまた説明しますけれども、これぐらいに大変な問題が起きているんだということでございます。で、実際にですね、皆さんどれだけアイヌ問題というのが、まあ、シビアな問題なのかというのは分かんないというふうに思いますが、本当に多くの反日左翼の方たちがですね、この活動を応援しているということで、次なんですけれども、これはですね、駒大苫小牧の大学というのがあって、これはまあ中国に乗っ取られてしまったわけですけれども、ここの韓国の教授がですね、アイヌ民族と朝鮮人の深い関わりということで、その絆の講演もしております。これは今年のことです。さらにですね、これなんですけれども、札幌大学というのがあって、そこの副学長なんですけれども、アイヌ語を公用語にしろというふうに騒いでおります。しかもこの札幌大学ですけれども、孔子学院があるような中国べったりの大学ですけれども、実はこの方なんですが、まあ、北大の学生時代にですね、キム・イルソン研究会の委員長を務めていた方がこの方で、この方も国の審議会のアイヌのメンバーに入っております。この方はアイヌではありませんが、アイヌべったりのことを言っていると。それぐらいですね、まあ、向こうの勢力は思い切り国の審議会にも入ってですね、アイヌをいろいろな面で、まあ、アイヌっていうかですね、アイヌ利権というか、まあ、アイヌを利用したものをですね、作り上げていこうとしているというのがわかるというふうに思いますし、さらにアイヌ問題でもっと知っていただきたいのはこれなんですけれども、これは昭和53年の警察白書、これから持ってきておりますが、まあ、昔はですね、アイヌのことを書いても
こういうふうに書けたんですけれども、今はアイヌ問題に触れると差別だということになって警察も書けない状況になっておりますが、この昭和53年の段階ではまだアイヌのことを書いてありました。まあこれ何書いてあるのかというとですね、反日その過激派、これが北海道の施設をどん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 爆破したと、そういうテロ行為がありましたねということを書いてあるんですが、まあ、ずっとその件数だとかいろいろ書いてありまして、この中にですね、その犯人は何をもってこの犯罪的な転覆行為をしているのかというのはここに書いてあります。でこの注意1、注意2なんですけれども、特に注意2ですね、アイヌ革命論、反日左翼の日本を転覆するという活動をしていた過激派はですね、アイヌこそが日本に虐げられた民族だと、この民族を解放させて独立をさせて、自治区を作る、これが我々に課せられた使命だということで動いていました。つまりアイヌを利用して日本の中に別の国を作るということで活動していたということで、アイヌというものはそういうふうに過激派に利用されていたということを皆さんご理解いただきたいということでございます。いかにアイヌ民族が日本の根幹、国体の根幹を揺るがす問題なのかというのは分かっていただけるかと思いますが、まあ、駆け足ですけれども、それぐらい大変な問題なんだと。で実際にアイヌ問題で北海道はいろいろ今揺れ動いて大変なことになっておりますが、多分その台風が沖縄に間もなく上陸するんだろうなというふうに思っております。それはどういうことかというと、この本なんですけれども、この本はですね、まあもう相当その使い古してボロボロになっておりますが、私が道議会議員時代にですね、このこれアイヌを先住民族にするということで、その活動していた活動家の報告書を手に入れました。これは2009年に出されたものなんですけれども、これの中にですね、非常に興味深いことが書いてあります。これはどういうことが書いてあるかというと、ここに年表が出てるんですけれども、アイヌが初めてその人権委員会に、その国連の人権委員会に出席をして、まあ、これだけ我々は被害に遭ったと、でも我々は先住民族だというふうにその言ったのがですね、1987年、これからずっとアイヌは我々は先住民族だと その国連で活動するのですが、その9年後にですね、実は琉球沖縄民族が同じ会議に出席をして、我々は先住民族だと言っているんです。アイヌが先行して先住民族だというふうに国連でまあ活動していた、その10年後、9年後にですね、今度はまあ琉球の一部の人たちが、我々は琉球民族だ、我々は先住民族だ、それを認めてくださいということで、嘘800並べてですね、そして最終的には先住民族になろうとしていると。で、アイヌもですね、皆さんが思っているほど、日本人は差別をしたり迫害をしたりしておりません。で外国の、まあ、多くの先住民がですね、本当に虐げられて殺されたというような歴史とはですね、アイヌは全く違います。逆に明治政府はアイヌを保護して、もしアイヌを助けないとこれは全滅してしまうと、しかも明治時代どころかですね、江戸時代のその幕府もですね、アイヌがその伝染病で死にかけた時にですね、まあ、助けているというような事例もあってですね、日本は本当にアイヌに温かい手を差し伸べていたのですが、多分一部のアイヌが利用されて最終的には日本分断のツールになっているんだろうなというふうに私は思っていると。だから私たちが進んできたアイヌ問題というのは、多分次皆さんに今火の粉が降りかかるんだろうなと。で多分この後ろにはですね、同じ勢力があって、日本の頭とお尻をですね、分断しようとしているんだろうなと、私はそのように思っております。
それでアイヌ民族の問題をですね、まあ、話すときによく多くの方たちから言われるのが、そんなことじゃダメだと、アイヌ民族って言うんだとしたらせめて定義をはっきりさせると、その血液からですねちゃんとその DNA を取ってアイヌかどうかを検査するぐらいのことをすべきだというふうに言っておりますが、これは不可能なんです。よく皆さん勘違いしているのは、先住民と先住民族は違う。先住民というのは、例えばアボリジニという方たちがいるとして、この人たちは、まあ、違うその種族に攻められたんだとしたら明らかに違う DNA だというのは分かります。ただアイヌはですね、昔から混血をしております。津軽海峡というのは人の行き来の往来を妨げてはいません、太古から。でどういうことかというと、明治の初頭にですね、その昭和の初頭にですね、実際にそのアイヌのその集落っていうのはどういうふうなその血液の、まあ、血の状況になっているのかというのを調べているその調査結果がありますので、このようになっています。ニブタニというですね、まあ、ビラトリの一番大きいアイヌ部落なんですけれども、この比率の中で一番多いのはですね、和人ですよ。 36.77%。 あとそのアイヌと思われるものとか不明だとか朝鮮人だとか、これを入れるとですね、約半数がわからないんです。で、実際にはですね、純血だろうという方がですね、10% を切っていると。つまり、この方たちの血液を DNA でいくら調べようが、アイヌか日本人か朝鮮人かの区別もつかないと。でですよ、沖縄のことを考えてみたらですね、多分この運動がずっと続くと、皆さんは我々は先住民族じゃない、なんだそれはと、日本人だと思う、そういう方たちばかりだと思いますが、沖縄の中にですね、いや違うと、私たちは違うんだというふうに、多分そのなんですかね、公益社団法人琉球民族協会みたいなものを作ってですね、で活動する方たちができたとして、多くの皆さんがですね、ふざけんなと、 DNA 検査しろってもう区別つかないんですよ。それと同じようなことが実際にアイヌのことでも行われていて、アイヌの区別はつかないのに、実際には和人もいっぱい入ってるのにアイヌということで、多くの今問題が起ころうとしているという話です。で、先ほども言いましたがですね、もし先住民族という決議がされたらですね、どういうことが沖縄で起こるんでしょうかと。で、実際に北海道ではアイヌが先住民族として認められた途端にですね、北海道アイヌ協会の札幌支部、これはアイヌ協会の中で一番大きい支部で、先ほど言った阿部ゆぽさんという北海道アイヌ協会の副理事長で、北海道アイヌ協会札幌支部の支部長が、まあ、運営をしているこの札幌支部の議事録を見ていただきたいんですが、これは2011年、まあ、平成23年度の総会の議事録でこういうことを言ってます。ちょっとちっちゃいんですけれども、3番目に自治権獲得要求、自治憲法制定、議会開設、これはアイヌ議会、役所、裁判所、警察、民族学校、国家、国旗と書いてあります。自分たちの国を作るような議論を始めてしまいました。そんなバカなと、これは無理だろうと皆さん思うかもしれませんが、多分無理だと思っていました、私も。しかしですね、日本が2008年にアイヌが先住民族だと決めてしまった、その前の年の国連の先住民にこういう権利を与えようというものに賛成をしたということで、国連の方からですね、いやいや、日本政府は先住民族にこういう権利を与えるというものに賛成をしたのに、なぜアイヌ民族が先住民族だと言っているのにその権利をあげないんだということで勧告を受けています。
ずっと勧告を受け続けたらですね、本当にこれをごまかしきれるのかというふうに私はなるんじゃないのかなと思っておりますし、実際にですね、北海道の中でもしかしたらここが自治区になってしまうかもしれないなという場所がですね、いくつも候補地が出ております。それはどういうことかというと、今北海道の中にですね、白老という場所があるのですが、その白老という場所に、まあ、広大な面積の公園を作ろうとしています。公園整備に140億円使うんですよ。で、何をやるかというと、アイヌから土地を奪ったという認識がある、間違えた認識からですね、アイヌが住んでいたその当時の環境を、まあ、元通りにしてアイヌに返しましょうということで、湖があって山があって、まあ、素晴らしい広い土地なんですけれども、そこを、まあ、国が中心で開発をしていると、まあ、いわゆる空間整備事業、まずその生活空間を返そうという事業なんですけれども、今白老でこれが行われておりますが、全道約10カ所でこの計画が進みます。つまりそこの場所がですね、アイヌの自治区になるのではないかというふうに考えていましたが、実際に顧問弁護士が入りですね、国連の先住民の宣言を、まあ、隅から隅まで読んで実際に議論を始めております。で、アイヌ協会でどういう議論がされているのかも調べましたが、まあ、実際本当に、まあ、実質的な話をしておる。それはどういうことかというと、まあ、今さら個人の土地建物は取れないだろうと、ただ国有地ならどうなんだと、国有地だったら返してもらえるだろうと、さらに我々は土地を奪われた、資源を奪われたんだから貸してあげてお金をもらい続けようと、さらにそこのエリアを自治区にしてもいいのではないかという議論を実際にしております。もし将来そういうことになったら大変なことになるんだろうなというふうに思っておりますが、私はずっと北海道は日本だと、固有の領土なんだというふうに主張をしておりましたので、アイヌだって日本人だったんだと、江戸時代幕府がずっと統治をしていたと、命も助けたと、他のところだってそうだろうということを言っていたのですが、今度国のですね、有識者もアイヌが先住民族だと決まった段階で、わけのわからない暴走を始めました。それはどういうことかというと、今年行われた大学センター試験、これでですね、こういう問題が出てしまいました。これはどういうことを書いてあるのかというとですね、実際に北海道は明治以前はどこの国にも属していなかった、つまり明治維新以前は日本は北海道は日本ではなかったというですね、センター試験、日本史の B の試験が出てですね、私は驚愕しました。でですよ、こういうことが起こるんだとしたら、もしかしたら沖縄でもセンター試験の中にあるときに、実はこれ時代以前は沖縄はどこの国にも属していなかったと、日本でな会ったことは一度もないんだみたいな話がですね、出かねないと。そう考えるとですね、実は私は北海道のアイヌ問題よりも沖縄の問題の方が非常に深刻だと思ってます。アイヌというのはそれぞれの部族がですね、まあ、ドンパチ戦って殺し合いをしていてですね、一つにまとまった文化もなければ文字もなかったので何の記録も残していないと、まあ実際事実としてですね、非常に原始的な生活を送っていたと。それがですね、先住民族として認められたんだとしたら、皆さんの琉球の歴史を考えたときに、本当にその文化として、まあ、一つにまとまっていて、組織として一つにまとまっていて、国も持っていただとしたらですね、我々のアイヌという問題よりも、皆さんの琉球民族の先住民族という問題はですね、
国連の場においてあっという間に認められはしないかというふうに思っております。で、実際に先ほどこの本をお見せしましたけれども、この本の中にもですね、何ページにもわたって琉球民族というのはですね、国連のお定義に従っても、まあ、本当に先住民族としてふさわしいというふうにずっと主張されておりますので、今中村さんはじめ多くの方がですね、琉球民族は先住民族、ふざけるなという活動をしておりますが、まあ、向こう側にしてみたらですね、いや、そんなこといくらやったって国連では認められるんだというふうに高をくくってるかもしれないぐらい、実は大変な問題だというふうに思っております。で、これですけれども、こういう、まあ、けしからんことをですね、ずっとやっていたのは誰なのかと、まあ、気になりますよね。これ誰なのかというのはですね、この方です。上村というですね、教授がおります。で、先ほども挨拶の中でありましたけれども、尾長知事が、まあ、国連に行って、まあ、スピーチをしたと。で、これも私、まあ、調べておりました。まあ、その時にはまだその沖縄の方たちと連携をしていなかったので、私は私としてこれをずっと調べておりましたけれども、国連の人権理事会の方で、まあ、尾長知事が発言をしたんですけれども、多くの方たちが分かっていないのは、まあ、議長がいました。で、尾長知事がスピーチをしました。ただ、あのスピーチの時間はですね、議題と議題の間の休憩時間に話してますから、本当の会議中にあのスピーチをしてはいません。で、休憩の間になぜ当てられたのかというとですね、まあ、反日国際 NGO がその時間を持っていて、まあ、休憩中でもそのいろいろ意見を言うと、でたまたま耳を傾けて、まあ、それは問題だと思う議員に対して、まあ、その休憩時間に発言をしていいよという、そういう間にですね、まあ、時間をもらっていた市民外交センターという組織があったのですが、その市民外交センターの枠を使って尾長さんが休憩時間中に発言をしております。で、私もその動画というかですね、まあ、撮っていただいたのをずっと見たんですが、議長がですね、沖縄県知事というわけでもなく、まあ、尾長知事というわけでもなく、市民外交センターというふうに言って尾長知事が立って、まあ、話をしたんですけれども、その後ろにずっと座っていたのがこの方です。で、この方が民族だというふうに言わせたと、尾長さんに。で、この方がずっとですね、国連で30年以上にわたってこういう活動をしていて、まずはアイヌ、で9年後には琉球民族、それぞれを先住民族にしようということで動いているんだとしたら、もう少しですね、沖縄の皆さんにはこれは大変な問題なんだと、アイヌがなっちゃったんだったら我々もっと早くなっちゃうよという、そういうですね、危機感を持っていただきたいというふうに思っています。で、実際に先ほども言いましたが、北海道の中で自治区になるところができそうだという話をしましたが、その自治区になりそうだという場所にですね、中国の国賓クラスのですね、東華線という外務大臣までやって、日中友好協会の会長、この方が視察に入っております。できていない場所ですよ。そこに入っていると。で、さらにですね、去年、中国の首相が日本に来ましたが、東京に滞在するよりも北海道に多く滞在をしておりました。で、誰に会っていたのかですけれども、アイヌ協会の役員にも会っておりました。もし将来的にアイヌが自治権を持ってそこのエリアを制圧したときに中国が来ないとも限りません。アイヌ協会、先ほども言ったようにアイヌの民族の定義がないので、中国人もアイヌ協会が認めればアイヌ民族になります。で、今安全保障上いろいろ自衛隊の方とも話しておりますが、自衛隊が非常に危惧をしているのは、もしアイヌの方たちが本当に自治権を持って自治区を持ったときに、まあ、日本政府は高をくくって、いや
自治権、まあ渡してもその何、その自分の手のひらの中にある自治区だからどうにでもなるよって言った中で、その自治区が、我々は自衛隊ではなく中国軍に守ってもらいたいと言ったらですね、断れないことがですね、ここの先住民族の権利に書かれてあるんです。どういうことかというと、先住民族の権利のですね、30条というところにですね、実際にその軍事活動の禁止という項目があってですね、これ何を書いてあるかというと、先住民族が住む場所にはですね、軍隊を置いてはいけないと書いてあります。つまりこれどういうことかというと、もし沖縄の中に先住民族というものができたとしたら、その次の日にはですね、アメリカ軍はすべて撤退しなければなりません。自衛隊が今認められているのは法律上軍隊ではないから、ただアメリカ軍は軍隊なので、まずは出ていかなければならないという話になります。ただここにですね、正し書きというかその説明が書いてあるんですけれども、先住民族はですね、まあ、軍隊は受けないんだけれども、先住民族からお願いした軍隊に関しては置けるというふうに書いてあります。もし先住民族が自衛隊嫌だなと、アメリカ軍嫌だなと、でも中国共産党軍ならいいんじゃないのか、来てくださいって言ったらですね、来てもいいと書いてあります。そういうことを考えると、本当に国の根幹、安全保障上の問題に関わることも書いてあるのに、まあ、安易にこれに賛成をした日本政府はどうかなというふうに思いますし、実際にこれを盾に騒がれたらですね、今アイヌ問題大変なことになるというふうに思っていますので、これがさらに基地問題で揺れている沖縄でそれが起こるとですね、もっと皆さんに大変なことが起こるんだなというふうに思っておりまして、まあ、その北海道から駆け参じてこの話をさせていただいたということでございます。まあ、私の時間もあとわずかですけれども、本当にですね、皆さんにはこの問題というのを自分ごととして捉えていただきたいというふうに思いますし、本当に今北海道は大変な状況になろうとしていると。で、実際にですね、アイヌ新法というですね、法律が今年通ってしまいました。これは何が起こるかというと、今まではアイヌの政策は北海道限定でした。北海道の中だけでやっていたんですけれども、そのうちにアイヌの文化を守るということで、まあ、そのアイヌの交流だとか始まってですね、若干その全国にお金が落ち始めて、今度はアイヌ新法ができて、全国津々浦々でアイヌ人が生まれます。でアイヌのお金が使われ始めると。で実際にですね、沖縄はですね、昔から相当アイヌのお金が落ちてます。それはアイヌ民族と沖縄の方たちの交流ということでですね、まあ、そこでも情報交換しながらですね、その方たちはアイヌ民族がいかにして先住民族になったのかというのを本当に交流しながら、まあ、活動している活動家も相当いらっしゃいますので、そういうことにも十分注意をしながらですね、皆さんの活動というのは本当に素晴らしい活動だというふうに思っておりますし、まあ、私たちは若干失敗をしたと言いましょうか、そこまで行ってしまったと、沖縄にはそこまで行ってほしくないという思いが本当にありますし、いかに我々は、まあ、行ってしまったものを戻るというのは非常に大変で難しいことですけれども、戻ろうとしてますが、戻るよりも止める方が絶対に簡単ですので、ぜひ皆様にはですね、本当にこの国を守ると、この沖縄を守ると、そしてこの日本を守ると、そういう思いでこの問題に取り組んでいただければというふうに思います。以上、私からのお話を終わらせていただきます。ありがとうございます。